こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。いやですね、僕は YouTube を始めて1年半ぐらい経つんですけども、今はですね週に4本ぐらいのペースで動画をお届けしてるんですが、そうなると困るのがネタなんですよね。今日はどんな動画を撮ろうかなというのをですね、常に頭の中で想像しながら生活をしてるわけですね。ですので僕は日常的にですね、ユニクロですとか GU グローバルワークですとか、あとはチャオパニックティピーですとか、このようなお店を回りながら何か動画のネタになるものはないかなというものを探しているんですね。まあ昨日もちょうどいろいろと探していたところ、一個ですね素晴らしいアイテムに出会ったので、皆さんにご紹介をしてみたいなと思っています。僕はですね動画の中でいろんな商品をレビューしているんですが、全部これはですね自腹で購入をしています。結構ですねおかげさまでチャンネルが伸びてくると、いろんな企業さんからですねうちの商品を紹介してくださいっていうようなお声掛けをいただくんですが、残念ながら僕のトークスキルでは自分が使ったことがない商品を魅力的にお伝えすることは難しいと思うんですね。ですので基本的に全部お断りをしています。その代わり実際に僕が自腹で買ってこれは本当に使えるなと思ったものだけを皆さんにお伝えしているので、今日はそんな僕の自腹で買ったアイテムをですね皆さんにご紹介をしてみたいと思っています。はい、今回僕が買ったのはですねこちらのアイテムになるんですね。はい、見ていただいてわかるでしょうか。まあ後ほどですね実際に僕がこちらを着てみたいなと思うんですが、まずはこういった商品の状態で見ていただきたいなと思っています。今回購入したのはグローバルワークの快適オープンカラーシャツというアイテムになりますね。まあ、最近のトレンドアイテムであるオープンカラーシャツをですね新調しました。正直ですねオープンカラーシャツ僕いっぱい持ってるんですね。すでにクローゼットの中には3枚入っているので、まあ回せないぐらい持ってるんですが、まあ、昨日グローバルワークを覗いた時にですねこちらの1枚と出会ってしまったので、これはさすがに買って皆さんにご紹介しないとまずいだろうと思って今回持ってきています。最近ですね結構グローバルワークで買い物することが多いかなと思ってるんですが、意外とですね僕たち30代40代の男性でも使えそうなアイテムが多いんですね。特にちょっとトレンド的なアイテムをなるべくベーシックにオーソドックスに作るのが上手だなと思っていまして、この快適オープンカラーシャツもですねデザイン自体はすごくシンプルなんですね。サイズ感に関してはボックスシルエットになっていてややゆとりがあるんですが、決してこうたっぷりすぎるわけではないので、僕たちの世代でもすごく使いやすいかなと思います。意外とこのようなシルエットだとお腹がぽっこり出てる場合もですねカバーすることができるので、僕ら世代にはすごく頼りになるサイズ感かなというふうに思っています。まあ、素材自体の手触りもめちゃくちゃいいんですね。滑らかでちょっととろみ感があるのがですね上品に見えるポイントかなと思っています。シンプルなデザインではあるんですが、見た目に上品さが漂ってサイズ感的にも着心地がいいというところで、非常にこちらをおすすめできる1枚なのかなと思っています。まあ、この後ですね実際にこちらの快適オープンカラーシャツを使って2つの具体的なコーディネートをご提案してみたいなと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで実際に着てみました。どうでしょうか。まあ、かなり着た感じとしては柔らかくてですね肌触りがいいですね。ちょっと近くで見ていただきたいなと思うんですが、まあ、サイズ感に関してもですね今回少しゆとりのあるものを選んでいます。普段僕はですね S サイズを選ぶことが多いんですが、あえてワンサイズ開けてこちらは M サイズを購入をしました。まあ、ちょっとゆとりのあるシルエットになっていますよね。袖幅もありますし長さもあります。身幅もややゆったりになっているので、1枚で着た時に今っぽいシルエットになっているかなと思います。まあ、ベーシックに着たい方は通常のサイズでいいかなと思うんですが、まあ、トレンド感を少し強めに出したい方はワンサイズ上げてもいいかなと思っています。結構オープンカラーシャツって胸元が大きく開くので、これ1枚で着て肌を見せる方もいるんですけど、僕はそうするとですねちょっと気恥ずかしいので、必ず下にですね白の丸首の T シャツを着るようにしています。ここに白がちょっと覗くだけで着こなし全体が軽くなるのもですねバランスとしては良いのかなと思っています。まあ、コーディネートについてもちょっと解説をしたいんですが、上はですね白の丸首 T シャツの上にブラックの快適オープンカラーシャツを着ています。そして下なんですけどもグレーのスラックスを合わせています。僕はこういったグレースラックスが大好きで結構1年中通して着ているんですが、ミディアムグレーの色味であれば結構1年中使えるので僕は今回の着こなしの中に合わせています。で、靴はちょっと今回も見えてなくて申し訳ないんですが白のレザースニーカーを合わせています。使ってる色合いなんですが、
ブラック、ホワイト、グレーということで、まあ、3色のみに絞ってるんですね。しかもモノトーンで合わせているので全体のカラーバランスとしては非常にですね、大人っぽくて使い勝手がいいのかなと思っています。つい夏の着こなしってカジュアルになりすぎてしまうんですよね。僕もちょっとですね、気を引き締めないとつい T シャツ、短パン、サンダルみたいなスタイルになってしまうんですけども、それだとどうしてもカジュアルすぎてしまうので、ちょっとですね、おしゃれをして出かけたいなという場合には T シャツの上にこのようなオープンカラーシャツを1枚羽織ってあげるとすごく大人っぽい雰囲気が漂いやすいのかなと思っています。まあ、今回パンツの色はグレーを選んでいるんですが、他にもブラックのパンツを合わせて上下ともですね、すっきりと見せるという方法もあるかなと思います。ただ僕はですね、ブラックのパンツだとちょっと全身が重たすぎるかなと思ったので、今回はグレーのパンツを合わせることで少しだけでもですね、明るさを取り込むようにしてみました。この着こなしというのはすごく簡単なので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。そして今回も腕が露出しているので、こういった手元には時計だとかバングルをすることで着こなしの退屈さみたいなところをですね、少し解消していただくと良いかなと思っています。ということで、一つ目のコーディネートは少し大人っぽいコーディネートをご紹介させていただきました。結構簡単なスタイルなので、ぜひ皆さんもお試しいただきたいなと思っています。はい、着替えてきました。続いてのスタイルはですね、ボトムスを変えまして、今度はブラックの短パンに履き替えてみました。先ほどですね、上下ともブラックだと重たいと言いましたが、短パンにすることで肌が覗きますよね。ですので同じような色合いで揃えてもですね、そこまで重たく見えないのがポイントになるのかなと思っています。まあ、コーディネートについて解説をすると、上半身は全く同じで下は短パンですね。で、靴も今回見えてなくて申し訳ないんですが、ブラックのエアマックス97を合わせています。まあ、短パンのスタイルはどうしてもですね、カジュアルになりすぎてしまうので、色の数をより絞り込むことで少しでも大人っぽく見せたいなというふうに感じています。使っているのはブラックとホワイト2色だけなので、結構ですね、モノトーンの中でもよりシャープな色使いになってくるかなと思っています。まあ、先ほどのスタイルもですね、綺麗めですごくいいんですが、夏場暑いのでどうしても僕は短パンが履きたいんですよね。ですので、こちらのスタイルを楽しむことの方が多いかなと思います。まあ、T シャツに短パンだとやっぱりカジュアルすぎるので、こういった羽織物が1枚あると、僕たち30代40代の世代にとっては非常に使いやすいのかなと思っています。こちらの快適オープンカラーシャツは、まあ、とにかく軽量で素材自体も柔らかいので、 T シャツの上にさらりと着てもですね、全然邪魔にならないんですね。これだったら暑くて面倒くさがり屋の僕でもですね、結構使い勝手がいいかなというふうに思っています。まあ、このようなオープンカラーシャツなんですけど、今年は僕数枚買ったんですね。中でもユニクロのオープンカラーシャツがめちゃくちゃ優秀だったんですよね。まずは何といっても価格が素晴らしくて、2000円でかなりオーソドックスで素材感の綺麗なオープンカラーシャツが手に入るので、めちゃくちゃこれはこれで良かったんですが、そのユニクロのオープンカラーシャツとこちらのグローバルワークのですね、オープンカラーシャツ、明確な違いが一つだけあるんですね。それが何かというと、こちらなんですね。見えますかね、ポケットがついてるんですね。この胸ポケットがあるかどうかで全然印象が変わるかなと思います。もともとシンプルなデザインではあるので、そこに胸ポケットが一つ加わるだけで、着こなしの中のちょっとしたアクセントになるので、僕はこの胸ポケットがある方が個人的には好きかなと思っています。これは無地の T シャツなんかもそうなんですけども、胸ポケットがあるものとないものがあるんですね。僕はどちらかというと前者のですね、胸ポケットがついてる方が好きで、それがあることで着こなしのアクセントにもしやすいかなと思っています。このようなポケットがあれば、いつも僕がやってるテクニックなんですが、サングラスをちょっと差してあげることで着こなしのアクセントにすることもできますし、非常に重宝するかなと思っています。価格はユニクロの方に軍配が上がるんですが、グローバルワークのこちらのオープンカラーシャツもそれでも4000円前後なので、割と買いやすい価格帯なのかなと思います。これがセレクトショップになるとやっぱり8000円以上になってくるので、その半値ぐらいでこれぐらい上品な雰囲気のオープンカラーシャツが手に入るのであれば、皆さんにもぜひおすすめできるアイテムなのかなと思っています。はい、ということで今回の動画ではグローバルワークの快適オープンカラーシャツについて解説をしてみました。最近もいろんなものを買い物したんですが、その中でも非常に満足度の高いアイテムになってますので、ぜひ皆さんにもお勧めしたいなと思っています。まあ、僕の場合は日頃からいろんなお店を回ってるわけなんですが、どのお店に行ってもですね、商品がずらっと並んでいるので、その中からですね、僕ら世代に似合うものを見つけるというのはかなりハードルが高いなというのをですね、つくづく最近は感じています。これはどのお店も同じ
じなんですが、広い店内の中で本当に使い勝手がいいものというのは全体のそうですね、大体2割ぐらいだと思っています。それを見定めるのって結構難しいなと改めて感じているわけなんですが、そんな中で今後もですね、僕は自腹を買いながら皆さんに似合いやすい服というのをですね、どんどん提案していきたいなと思ってますので、ぜひ今後の動画もお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。